はい、どうも皆さん、こんにちは、野中井です。今回ですね、ブラックインククロウという、ちょっと、シュールな、ホラーな、サイケなゲームがあったんで、やってまいりましょう。よろしくお願いします。ちょっと楽しみなんでね。じゃあ行きましょう。スタート、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 OK、スタート。ちょっと探り探りでさ、ボタンが。トゥーフィーエゴエリス、私はあなただった、あなたは私になるだろう。目を閉じて、深呼吸、吸って、吐いて、リラックス、想像してください。あなたは森の中を歩いている。森の中を進む、そこに何が見えますか？ソファー、あなたはそれに座りたい。落ち着いている、いい気分。あなたはタバコをポケットから取り出す。どうした？落ち着いて。何が見える？目を覚ましてください。気分はどうですか？はい、いえ、いそうだけど、いやー、やってみてー、やってみてー。患者が興奮状態だ、鎮静剤だ、今すぐ隔離室へ。あら、なんかやってみてーって言ったら、なんかもうここに飛ばされちったんだけど。自分を客観的に見て正気だと思いますか？あ、正気っしょ。まだしばらくここにいる必要があるようですね。いや、思いません。そうですか。出てもよろしい。さっさと出る、ウジ虫野郎。なぜ出たがらない？そこに一生いたいのか？野田氏、こっちに来い。罰として電気ショックだ。いや、くだだっ。不良品、デクノボ、ろくでなし、ウスノロ、マヌケ、家畜動物、病気野郎、寝るな、クズ野郎、ボンクラ、もっと電圧を上げるからだ、失敬なら殴るぞ、抱きそうない。ちょっとこういうのに慣れてる人みたいになってるけど、別にそういうわけじゃございません。とにかく頭がないからには、明日のロボトミー手術が不可能です。明日までに取り戻してください。いいですね。駅で見よう、シフトキーを押しながらでダッシュ。Z でオブジェクトを調べる。なるほどね。だからメニュー、シフトダッシュ。S キー10を使う。ちょっとこれコントローラー外した方がいいな。シフトダッシュ、S キーで、シフト。はい、A がメニュー、S で銃を使う。F1、ゲームオプション。はい、フルスクリーン、強制終了、OK。とりあえずセーブだな。ファイル1。とりあえず S キーは？あ、ここではできないんだね、さすがに。さすがにできない。OK、OK、OK。うん。OK。ちなみに調べるとかってそういうのは、ああそうだね、これで調べる。はい、あらゆる病気が治るらしい。された後はろれつが回らなくなる。なるほどね。ロボトミー、ロボトミー手術。前頭葉の一部を切除することで別人のように穏やかな性格になれるらしい。前頭葉はやばいだった。前頭葉は記憶や感情を司る部位だ。医者がインクのシミを見せて何に見えるか、インクのシミと答えると怒り出す。あー、なんとかかんとかテストねえ、ロールシャッハーだかなんかそんな感じの。もしもし、ええ、同意書にサインはさせました。あらあら、
なんかいろいろあるね。猫タン。あ、キャンベルだった。32個のキャンベルスープ缶じっとこちらを見つめています。キャンベル、これ、このキャンベルは、アンディ・ウォーホル？これは？いいニュースと悪いニュース、どちらから聞きたい？ジョークだとこれはいいニュースから聞いて悪いニュースで落とすってやつなんだよね。じゃあいいニュース。我が国の平均寿命が90歳まで伸びました。長生きして人生を楽しみましょう。今日もお仕事頑張って。で、悪いニュースは？中年層の過労死が増加。若者は自殺。子供たちは保育園へ通うことができません。戦争が起きてみんな死ぬでしょう。今日もお仕事頑張って。あら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 。大変ね。何をしているんだね。もう、頭がないのでタバコを吸えません。シュールだな。同居人の巨大なゴキブリと目が合った。ああ、いいことだ。グロック。Sキーで拳銃を。え、どういうこと？ああ、頭がないので、そういうことか、そういうことか、オッケー。わかったわかった、すべてを理解した。オッケー、そういうことだな。引っ越しの荷物は段ボールに入ったままだ。寝て起きて会社に行くのに、本や CD は必要ない。解剖台の上でミシンとコウモリ傘が談笑している。なんかあったよね。シュールレアリスムのさ、金言で。あ、それ手術台の上で、解剖台か。解剖台の上のミシンとコウモリ傘のように美しいって言ったのは誰だっけ？名前が出てこねえ。いいや。はい。これはどこだい？こんにちは、ご婦人方。ご婦人方？ご婦人方は無視するんですね。まあいいでしょう。うん。だから皆さんは私を無視しますな。お、フォードですか？ザー、ザーってなんだ。31、7、31、365。あー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 あああああ、死。一週間となんちゃらかんちゃらみたいな感じのことを言ってたんだな。お邪魔だお前ら。邪魔だぞ。逃げんのか逃げんのか逃げんのかこの野郎。時計？なんだペンギン？お腹の大きなペンギンさんがふかふかのベッドでぐっすり寝ている。なるほどね。あら、何ができるんだね。8時間寝てもいいですよ。ドーナッツもありますよ。ビールもありますよ。もう無理しなくていいんですよ。ずっとここにいていいですよ。そうかい。そいつは嬉しいじゃないか。ねえ、あら。そういうことか。了解。そういうことね。ああ、そういうことか。はい。わかりましたよ。あなたがこの会社に入社したことを歓迎します。我が社は少人数先鋭といったところでしょうか。とてもアットホームな職場ですよ。なんかそういうこと言うやついるよね。念願の正社員ですね。就職活動は大変だったでしょう。就職ニュースなんてする若者たちがいるのは実に嘆かわしいことです。最近の若者は根性がない。若いうちの苦労は勝手でもしないと。ビルの窓拭きに比べたらどんな仕事場も清潔で快適で安全ですよ。だってビルの屋上から落ちたら死んでしまいますからね。それに比べてあなたは安心安全。8時間椅子に座ってるだけ。これからあなたにテストを行います。はい、いいえで答えてください。1
回の失敗も許されません。いいですね。まずはこの契約書にサインしてください。契約書のサインが先かい。とりあえずファイル1にセーブだ。面接開始。上司のジョークには必ず笑う。当たり前じゃないですか。何冗談言ってるんですか。飲み会で必ず場を盛り上げる芸を披露する。当たり前だ、もっと飲むぞ俺は。一気飲みが上司と部下の絆を深めてくれる。当たり前だ、俺が飲む、お前が飲む、また俺が飲む、また俺が飲むっつってね、こうやって酔いつぶれて義理をつく。愛者精神が仕事の質を向上させているに決まってるじゃないの。仕事がね、好きな人は会社が好きで、会社が好きな人は仕事が好きなんだよね。自然災害が起きた場合は遅刻も仕方がない。いや、歩いてでも来い。会社が潰れても会社に行くのが素晴らしい。グッドボーイ。気合と根性さえあれば疲労は感じませんよ。厳しい財閥も愛の鞭、感謝しよう。愛の鞭なんてそんな飴と鞭っつったらご褒美だらけじゃねえかよ。たとえ心が秘めてあげていっていいあげだった。当たり前だ、自分を偽る、自分を演じる。そうだな、仕事人という役柄を演じるためには自分を裏切らないといけないんだよ。たとえ肉体が限界を訴えても、そしたら心が持っている。何を言っているんだ、評価されないのは誰が誰だからって、当たり前だ。そんな他人に認められて自分のね、地位が与えられるんだ。休日出勤した分だけ報われる。そうだよ、あなたが休日にね、出勤して頑張ったから会社の成績が、業績がぐんぐん上がってね、そんだけてめえの給料も上がるってもんだよ。有給休暇うちにはないよ。だって俺使ってねえもん、バイトの有給なんて。14日ぐらい溜まってんだよな。部下は時には上司のために泥をかぶらなければならない。当たり前だ、土下座して泥をかぶれ。接待用にゴルフクラブを購入するので代金はあなたが支払ってください。まあ俺もゴルフが好きになれば問題ナッシングもう満体。お前のためを思って言ってるんだぞ。そうだろうな、ありがとうございますよ。やめたい、疲れました、無理ですわ。ネガティブな言葉なので口に出すべきな。当たり前だ、周りを巻き込むんじゃない。毎日朝素手で会社のトイレの掃除をすることで心もピカピカに磨かれる。そうだ、ピカピカな根性も磨かれるぞ。抗うつ剤の副作用で居眠りしそうになったら、服用を注意する。当たり前だろ、そんな。なんでさ、副作用で居眠りで、副作用が出たらもうダメなんだよ。そのつりはストレスによる幻聴、幻覚症状は会社とは一切無関係。当たり前だ、俺はこの会社が大好きだ。なんでそこにストレスがある。あなたのツイッターアカウントと LINE アカウントを教えてください。あ、持ってないんすよ。不安定な自由より安定した靴の方がずっといいよ。セクシュアルハラスメントの被害者に男性は該当しません。当たり前だ、ご褒美だ。2たす2は5ではありません。生きるために働くなら、働くために生きているのと同じだ。はい。まあ、どんなに苦しくても無職よりはマシだな。親しい同僚もできたもんね。他の人はみんなサービス残業してるのに自分だけ帰るのはおかしいよ。それはそうだ。休日は罪悪感を感じるの。時々上司に褒められると喜びを感じる。そうだ、それだけが生きがいだ。お前のような昔のやつはここ以外は雇ってくれない。そうだ、雇ってくれてありがとう。お前は恥ずかしくて情けないダメなやつだ。いや違います、もうここにしか居場所ない。そうなんですよ。そうだ、すべてお前が悪いんだ。いや、それは違うと思います。さあ、どうだった？かわいそうに。こんなガタガタ震えなくていいですよ。今夜の飲み会では誰が裸になるかな？ご苦労様でした。あなたの意思はよくわかりました。ところで体調が悪そうですが。今日は早退しますか？いや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 、俺はね、嘘はつかんよ。当然ですよね。あなたの血、あなたの汗、あなたの涙、それから、それらが今夜のワインを美味しくします。お前は本当に人をイライラさせる天才だな。一分以内に頭を取り戻してきてください。頭がないのは目立ちすぎます。個性は排除してください。あなたは会社という機械の部品の一つです。
正常に作動しなければ別の部品に買い替えます。個性的な形状の歯車は不良品です。他の歯車と噛み合ってください。わかったか、ミスター空回り野郎。我々はあなたを閉じ込めていませんよ。あなたがここに留まることを選択しているんです。でも鳥かごから出たところで鳥は生きていけますか？だってあなた他人から指示がないと何もできないでしょ。別にこういうの言い慣れてるわけではございませんよ。彼は製造競争に負けた。ジャングルでならまだ生き延びられたかもしれない。ああ、パッドベルリーナ。ああ、ベルリン崩壊。キャンベルがどうしたの？21種類、どれでも日頃のお食事をお助けします。キャンベルのスープ缶。アンデーウォーホルかな。で、頭どこ行った俺の。なんだアレンタウンみたいな。あんじゃん、あんじゃん、あんじゃん。これめっちゃあんじゃん。頭どれ、 VK 俺 VK。 ああそういうパンクもありそうだ。どないしましてん。ああなるほど、ご自由にお取りくださいってやつか、もしかして。そういうわけではない。どうした、何が起きてる。もう殺して。いや頼まれてもそれは無理だな。そういう人間のというか鳥人間か、お前は。尊厳ちゅうのがあるんだよ。ダメだお前、生きろ、生きなさい。ほら別に鍵はかかってないようだ。でもなぜ出ない。それは出たくないからだ、居心地がいいからだ、自業自得だよ。仲間じゃないの俺、お前らの、お前らの仲間だったんじゃないの実は。まあいいや、ここはなんだい。ペンギンさん、ちょっとさっきの元気はどこ行った。まだ生きてる、じゃあいいや。ちょ、ペンギンさん。ペンギンさん、なんか一瞬顔が出るね。まあいいや。イディオット、フー。お盛んですね。こっちは、なんか BL っぽくなってない？大丈夫？俺腐ってんのかな。よいしょ。これは頭を取り戻しました。素晴らしい。え、いや I need to sleep。 いやそんなざわごと。よし、会社戻るぞ、会社戻るぞ。俺はバイバイ。よし、会社戻ろうぜ。あ、戻れねえ、戻れねえ、やべ、戻れねえ、戻れねえよ。え、じゃあどうすんの、どうすんの、どうすんの。ちょ、すいません、すいません、助けて。ちょっとこれは、あ、伏線回収ってやつですよ、これが。つまりですよ、 I need to sleep。 頭があるから銃を使えばいいじゃない。はい、クルッポ、ミスタークルッポ、ミスタークルッポくん。おおおお、チキン野郎が、チキン野郎が増えたぞ。おおおお、ディレクテッドバイ、あ、読めなかった、ごめんなさい。うわ、すげえおもろかったな、これ。すげえおもろかったな。ちょっと。
これはいいな。なるほどね。結構お仕事に追われてる人が作ったんじゃないかなっていう印象に、ねえ、そんなこれ作ってる場合じゃねえじゃんっていうような、ねえ、はーい。というわけで、ブラックインククローでした。いかがだったでしょうか。まあ多分一本でいけたかな。ちょっと長めの動画になってるかもしれませんが、どうもありがとうございました。ではでは、いや本当おもろかったなこれ。次回もまた、YouTube でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチャー。ごめんなさい、エンド分岐あったみたいです。俺、バッドエンドだったみたいなんだよね、今、どちらかっちゅうと。なんか、トゥルーエンドがあるらしくて、その分岐っていうのが、私が災害が起きて、もう、災害が起きた時に、なんか、遅刻するのはありえねえとか、なんか歩いてこいとか言ったじゃん。あれ、なんか、やばかったらしいよ。うん。だから、ちょっとその辺からやり直していいですかね。面接開始。必ず笑いますよ。あ、もうカットね、ここ。ここです。自然災害が起きた場合、遅刻も仕方ないんだ。終わっちゃったよ。え？あ？すいません。私が担当医です。それは知ってます。知ってますよ。可愛らしいお人形が置いてあります。可愛らしいお人形が壁の方を向いて置いてあります。可愛らしいお人形が置いてあります。可愛らしいお人形が壁の方を向いて置いてあります。ミスタークロー、お前モノマネうまいな。バッドエンド。ごめん、やっぱ逆や、逆や、よかったんだよ。はい、私が正しかった。やっぱり私が正しかった。そう、皆さん歩いて、電車止まっても歩いて行け。それだな。分かったね、分かったね。遅刻は仕方がない。なわけねえだろ、歩け。はい、そういうことで最悪だな俺はい、まあまあエンド分岐があったよっていう話でしたね。はい、じゃあ次回もまた YouTube でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチャー。非常に面白かった。